ボン・イ・ベールは、アメリカ合衆国のミュージシャン、ジャスティン・バーノンによる、インディ・ーフォーク・バンド。2006年に結成され、現在までに4つのアルバムを発表している。グラミー賞には8回ノミネート、新人賞を含め2回受賞を果たしている。なお、ボン・イ・ベールは、バンド名であるが、ジャスティン・バーノンによるソロプジェクトであるため、ボン・イ・ベールを、 ジャスティン・バーノン個人の名前として使用する場合も多い。また、日本語の表記は、ボン・イ・ベールとされているが、実際の英語の発音は、ボニー・ベアや、ボニー・ベアに近い。演奏するジャスティン・バーノン2006年、ジャスティン・バーノンは伝染性単角急症にかかり、自身のフォークバンドであるディアーモンド・エジソンをやむを得ず、解散することになる。バーノンは、ノースカロライナ州ローリーを去り、 ウィスコンシン集団群にある父のキャビンで、冬の数ヶ月間を過ごした。彼がそこで1990年代のテレビドラマ、たどり着けば、アラスカを見ている時に、初雪が降るエピソードで出てきた、良い冬を意味する、ボン・イベールというフランス語に出会う。イベールは、当時バーノンが悪くしていた肝臓レバーを連想させるため、ボン・イベールが、バンド名に採用された。バーノンは、 その間音楽を書いたり録音したりするつもりはなかったが、病気、大切にしていたバンドの解散、恋人との別れと不幸が続いた状況と、雪に閉ざされた田舎のキャビンに孤立するという条件が重なり、彼を音楽制作へと向かわせた。バーノンは簡素な録音機材を用いて、すべての楽器を一人で演奏した。この録音はそもそもリリースするつもりはなく、 レーベルに送るデモテープになる予定だったが、仲間内からの評判が良かったため、そのままの状態でリリースすることに決める。2007年7月、オークレアのライブハウスで、デビューアルバム、4、エマフォーエバー g o のリリースライブが開催される。自主制作で500枚の CD がプレスされ、そのうち12枚が音楽ブログに送付された。10月に、 大手音楽メディアのピッチフォークメディアが絶賛のレビューを掲載し、その後は雪だるま式に話題となっていった。多くのインディーレーベルが興味を示し、ボン・イベールは理想が一致したジャヤーグルと契約する。ライブでのジャスティン・バーノン2008年2月19日、北米でアルバム4エマ・フォーエバー・アゴが一般流通でリリースされた。 イギリスとヨーロッパでは5月12日にヨ a d からリリースされた。アルバムは全米ビルボード202手初登場64位を記録し、累計販売は130万枚以上を突破した。また、アメリカ以外の国でも大きな成功を収め、イギリス、オーストラリア、デンマークの3カ国においてそれぞれゴールドディスクを獲得した。アルバムは評から高く評価され、 ラフトレードとザ・オブザーバーは2018年の年間ベストアルバムに選んだ。音楽メディアが発表する2000年代のベストアルバムのランキングではステリオガムが11位ピッチフォークが29位 NME が87位ローリングストーンが92位にこのアルバムを選んだ。アルバムからは楽曲スキニーラブが人気となりアメリカで100万枚以上を売り上げ。 プラチナムディスクに、イギリスでも70万枚以上、売り上げダブルプラチナムディスクに認定されたほか、オーストラリアでも、約50万枚を売り上げる。スキニーラブは、批評家からも絶賛され、多くの音楽メディアが年間ベストソングの一つに、選んだ。2008年12月11日、ボンイベールは、レートショーをウィズ、デイビッド・レターマンに出演し、スキニーラブを披露する。その後、 ボンイベールの楽曲は、ドクターハウス、グレイズ・アナトミーといったテレビドラマや、プレイス・ビヨンド・ザ・パインズ、宿命などの映画のサウンドトラックに相次いで使用されるようになった。この年、ボンイベールは、事前団体のイエローバードプロジェクトの T シャツをデザインし、すべての利益をオンタリオ州トロントにある女性シェルターに寄付した。ライブでのジャスティン・バーノン2009年1月20日、 ボン・イベールは EP ブラッド・バンクをリリースする。EP は初週にアメリカで2万3000枚を売上ビルボード200で16位を記録する。EP からの楽曲ウッズはカニレ・ウエストの2010年のアルバムマイ・ビューティフルダーク・ツイステッド・ファンタジーに収録されたロスト・イン・ザ・ワールドにサンプリングで使用されることになり、バーノンはこのアルバムの制作に携わった。 この年、ボニベールは、セイント・ヴィンセントと、映画、ニュームーン、トワイライト・サーガへの書き下ろし楽曲、ロスリンを制作する。また、事前団体レッドホット・オーガニゼーションが主催する、エイズの治療支援、ベネフィットアルバム、ダーク・アズ・ザ・ナイトに、楽曲、ブラケット・ワイを提供する。また、10月には、音楽雑誌ザ・フェーダーの表紙を飾った。 ライブツアーは2007年の秋から2年近くにわたり開催され、2009年には、ロラパルーザ、オースティンシティリミッツ、グラストンベリー、コーチェラ、ボンナローなど多くの大型フェスに出演した。2009年10月のライブを最後に、バンドは一旦休止状態に入る。ボン・イベールのライブボン・イベールの2作目のアルバム制作はスタジオを建築するところからスタートした。 バーノンは2008年にウィスコンシン州フォールクリークにある獣医クリニックの跡地を購入しており、クリニックに付属する古いスイミングプールの上に録音スタジオエープリルベーススタジオが作られ、そこでアルバムのレコーディングが行われた。その場所を選んだ理由についてバーノンは自分たちで建てたスタジオなのでとても自由が利くし、 自分が育った家からわずか3マイル、両親が出会ったバーからわずか10分のところだからと述べている。2011年4月、バンドはジャグジャグウォート 4AD の公式サイトを通じてニューアルバムの詳細を発表する。アルバムのアートワークも公開され、担当したグレゴリー・ウクリードはアートワークのメイキング映像を YouTube で公開した。 アルバム発売1ヶ月前の5月23日には、アルバムが誤って iTunes Music ストアで購入できる状態になってしまう。アップルはすぐにアルバムを削除したが、少数のユーザーがすでに購入してしまっていた。アップルやレーベルからは特に声明はなかったが、その後すぐにアルバムの歌詞が正式に先行公開された。 ジャズフェストのバックステージでのボン・イベール2011年6月21日、ボン・イベールの2作目のアルバム、ボン・イベール、ボン・イベールがリリースされる。アルバムは、デビュー作の素朴な作風から一転し、ゴスペルやドローン音楽、エレクトロニカや、ポストロックまでも内包する壮大で、野心的なサウンドへと変化した。バーノンのボーカルには、多重のエフェクトがかかり、演奏は、 オーケストラのように多彩で美しい音が重ねられていた。アルバムは全米ビルボード200で初登場2位を記録する。アメリカでは100万枚以上を売り上げ、プラチナムディスクに認定された。イギリスでは初登場4位を記録し、ゴールドディスクに認定された。アルバムからはカルガリー、ホロシーン、タワーズ、ベス、レストの4曲がシングルカットされ、そのうち特に ホロシーンがヒットした。アルバムの内容は各方面から絶賛され、ピッチフォークメディアはジャスティン・バーノンが始めた控えめなソロプロジェクトは壮大で野心的な素晴らしい結果を生み出す。フルバンドへと成長したと9.5点の高得点をつけた。音楽メディアが発表する年間ベストアルバムのランキングではピッチフォークとペーストが1位に ステリオガムが3位、Q が4位、アンカットが9位、スピンが14位、モジョが16位に選出した。第54回グラミー賞では、主要部門の最優秀楽曲賞、最優秀レコード賞、最優秀新人賞の3部門と、ベストオルタナティブアルバム部門にノミネートされ、そのうち最優秀新人賞と、ベストオルタナティブアルバムを受賞する快挙を成し遂げた。 2011年8月、ボン・イベールは、ジェームス・ブレイクとのコラボレーション楽曲、ホール・クリーク・ボーイズ・クワイアを発表する。この楽曲は、ジェームス・ブレイクが10月にリリースした、EP、イナフ・サンダーからのファーストシングルとなった。バンドのワールドツアーは2011年6月から、スタートし2012年11月まで続いた。2012年は、 世界の大型フェスティバルに出演し、コーチェラフェスティバルでは、メインステージの、準ヘッドライナーのスロットで演奏した。11月のツアー最終日のダブリン・ザ・オー、ツーアリーナでの公演で、バーノンは、これがバンドとしての最後のパフォーマンスであると発表する。ボン・イベールのレーベルジャ・ヤーグルの代表は、声明を発表し、2年間続いた。 アルバムツアーのサイクルを終えるだけで解散ではないと釈明した。その後、ボン・イベールは活動休止期間に入る。ライブで演奏するジャスティン・バーノン2014年6月30日、ボン・イベールはザック・ブラフ監督の映画、ウィッシュ、アイワズ・ヒアーのサウンドトラックとして、新曲、ヘブンリー・ファーザーを発表する。2015年7月18日、ウィスコニシン州、オークレアで、 ジャスティン・バーノンとザ・ナショナルのアーロン・でスナーが主催したオ・クレアーズ・フェスティバルでボン・イ・ベールとして約3年ぶりのライブを行い2つの新曲を披露したその後11月に年明けからのアジアツアーを発表2016年2月から韓国台湾シンガポール東京大阪でライブを披露し本格的にライブ活動を再開した 5月には、シドニーのオペラハウスでセルクル、コンセールシリーズの参考演を行った。2016年7月22日、ニューアルバムのプロモーションとして、22秒の新曲の映像が、バンドの公式 Facebook ページで公開された。8月17日、ニューアルバムのタイトルとリリース日、トラックリストが発表される。同時に、新曲、22、 10デスブレストの2つのリリックビデオが公開された。8月29日には、さらなる先行曲として、33ゴッドリリックビデオが公開される。9月30日、ボニー・ベールは3作目のアルバム、22、アミリオンをリリースする。アルバムは前作に引き続きジャスティン・バーノンのエイプリル・ベース・スタジオで制作され、サウンドはさらに実験的な作風へ変化した。 制作スタイルにエレクトロニックミュージックやヒップホップのプロダクションを取り入れ、たくさんのサンプルやシンセ、ブラス類が重ねられた。バーノンのボーカルプロダクションには、プリズマイザーなどの新技術が使用され、より複雑で、未来的なゴスペルのようなコーラスワークが実現している。アルバムは批評家から絶賛され、音楽メディアのザ・ライン・オブ・ベスト・フィットは、個人の危機と解決を捉えたアルバムで、 今世紀これ以上のものは他にないと表紙満点を与えた。年間ベストアルバムのランキングでは、ザ・スキニーが3位に、バリアンスと NPR が5位、ペーストが9位、ピッチフォークが12位、ステリオガムが15位、モジョが16位、ローリングストーンが22位に選出した。第59回グラミー賞では、ベストオルタナティブアルバム部門にノミネートされた。 アルバムのツアーは2016年8月からスタートし、次のアルバムが出る直前の2019年7月まで続いた。そのまま多くのフェスティバルに出演し、プリマベーラサウンド、サスカッチ、ピッチフォークミュージックフェスティバル、メルトフェスティバル、マッドクールフェスティバルなどではヘッドライナーを務めた。またこちらではメインステージのヘッドライナーのスロットで演奏し、 ボナロでは、セカンドステージのヘッドライナーを務めた。ライブで演奏するジャスティン・バーノン。2018年8月、ボン・イベールは、モダンダンスグループの TU ダンスとコラボパフォーマンスを行い、いくつかの新曲を披露した。このコラボは、カムスルー公演として、この後のツアーと並行して、たびたび開催された。2018年後半、 ジャスティン・バーノンが、ショー賞味 LP4 という13の新曲が収められた、フォルダの存在を明かし、ニューアルバムを制作していることを示唆した。2019年6月2日、オールポインツイーストフェスティバルで2つの新曲を披露し、そのライブの終わりにバーノンは、プロモーション用の謎のウェブサイトアイコマイを宣伝した。翌日には先行シングル、Hey, m a You がリリースされ、同時に、 秋のツアー日程が発表された。7月2日には、シンセリティーズ・フォーエバー・イン・シーズンというアルバムのティーザーが公開される。7月11日には、アルバムタイトルと発売日が8月30日であることが発表され、同時に先行シングル、フェイス・ジェルモアがリリースされた。7月31日、ボニー・ベールの短編ドキュメンタリー、ボニー・ベール・オータムが公開される。 このドキュメンタリーは秋のツアーの準備を追ったものでツアーで使われる最新テクノロジーの照明システムと没入型 3D サウンドシステムの様子が披露された8月7日世界60カ所以上でニューアルバムのリスニングパーティーを開催する8月8日突如ニューアルバムのトラックを1時間に1曲ずつ公開するイベントを開始8月9日 すべての曲が公開された時点で4作目のアルバム、I, I が正式リリースとなった。これは予定より22日早いリリースだった。アルバムはウィスコンシンのエープリルベーススタジオで長期間にわたり制作され、2019年3月にテキサスのソニックランチスタジオで完成した。バーノンはニューアルバムについてデビューアルバム、フォーエマ。 フォーエバーアゴーが冬、ボニー・ベール、ボニー・ベールが春、22、エイミリオンが夏の作品で、4作目の愛、愛は秋をテーマにした作品であり、最も大人らしく成熟したレコード、より正直で寛大な作品と述べている。アルバムには、ワオ多くのジェンバスな、ヒップホッププロデューサーのウィージー、シマン、BJ バートン、ジェームズ・ブレイク、モーゼズ・サムニー、 フランシスザ・ライツなど多彩な音楽家が参加した。ライブで演奏するジャスティン・バーノンアルバムは、批評筋から高い評価を受け、NME は、信じられないほど知的な方法でつなぎ合わされた作品、と表紙満点を与えた。またコンシクエンス・オブ・サウンドも、成熟した傑作であり、野心と技術の見事な融合と表紙満点をつけた。音楽メディアの年間ベストアルバムのランキングでは、 ザ。ヤングフォークスが3位に、マグネティックと、ガッファが4位、ザ・ニューヨーク・タイムズが6位、タイムとアップラクスが7位、アンカットが15位、ノイジーと、ピッチフォークが16位、コンシクエンス・オブ・サウンドが17位に選出した。アルバムのツアーは2019年8月31日からスタートし、2020年1月にはアジアツアーの一環で、 東京二日間の来日公演を行った。2020年4月17日、新曲、プッドリーフをリリースする。この曲の利益はすべて新型コロナウイルス対策に関連する団体に寄付された。7月23日、テイラー・スウィフトの8作目のアルバム、フォークロアの収録曲、EXILE に参加する。この曲は、ボン・イベールにとって、 初のビルボードホット100のトップ10ヒットとなった。8月5日、ボン・イベールは新曲、オークをリリースした。グラミー賞、ありがとうございます。